よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。天気は悪いけどね。今日もね、適当な単語について解説をするという動画です。で、今日のね、単語は空。ね、空はね、お前らわかるでしょ。空もね、わからないようじゃで、ね、お前らどうかしてるんでね。そんなことはないと思うんですけど、空って言ったら、この上にある空ですね。太陽がボーボー燃えている空ですね。はい。天気がいい日はね、青いですし、今日みたいに天気が悪い日は、ウィスパー色もしくはコマサン色で、まあ、黒雲があって黒くなることもありますね。はい。空。まあ、空といえばね、何ですかね。うん。空について語ると言いながらね、別に台本とかあるわけじゃないからね、カメラ向けて適当に思いついたこと喋ってるだけなんですけど、空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 。なんか音符みたいですよね。ドレミファソラシドの空で、ね。うん。空、空、空。空って名前の、人結構いそうですよね。まあ平成10年以降ぐらいのね生まれの人は空っていう男性の人結構いるんじゃないでしょうか。ね、まあ俺様の知り合いにそんな人はいないですけど、うん。まあでもね空って名前もなかなかいい名前ですよね。はい。ということでもうちょっとこれ以上話すことが思い浮かばないんでやめときましょう。空ではさよならじゃなかった。それではさよなら。ボーボー。ボー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 ボ